SD-KFZ-263 は1938年から1943年にドイッチュベルケ社により240両が生産されたドイツ国防軍の式用8輪重装甲無戦車である。ドイツ語ではシュワー・パンザー・ファイクワガン SD-KFZ-263 と表記される。本社の採用以前に同じ形式番号を持つ 暫定的な六輪重装甲車シリーズもあったが、こちらは SD-KFZ263 と呼ばれ、砲塔を固定し2 0ト、mm、ル機関砲を撤去したものが1937から38年の間に28両生産された。SD-KFZ232 から砲塔を撤去、車体上部を延長した形の構造物を溶接し、天井が高く車内が広くなり、走行は 全面 18mm と若干厚くなっている。固定武装は前方に据え付けられた MG347.92mm 機銃1丁のみで他にピストルポートから発砲するための MP38 または MP40 機関単銃を搭載していた。また作戦会議用の小型机も装備されている。乗員は1名増えて5名となった。無線機は フー、GMPZ、フー、TR、A が搭載され、他の装甲無線車同様、後にフレームアンテナは、シュテルンアンテナに換装されている。他、車体後部右側に長距離通信用9メートルインチマスト式アンテナを搭載していた。装備本社は、偵察大隊本部中隊や師団本部通信小隊、軍司令部、軍団司令部に配備された。ありがとうございます。